日本で肥満者が増加中、要注意。肥満は万病のもとです。この過去2年半ほどコロナ禍で外出制限がされたすぐ結果か、街を歩いていると非常に肥満者が増加中の気がして仕方ありません。特に女性にその傾向が見られます。肥満の主な原因というのは、 まず1番目に食べ過ぎ2番目に糖質の摂り過ぎ3番目に運動不足この3つにより肥満が起こると考えていいんではなかろうかと思いますまあ日本では BMI を22を適正体重として25以上を肥満と言っておりますねまあ国際的には31以上が肥満なんですこの肥満は生活中 習慣病の眼鏡で高血圧糖尿病になりそれが5年10年20年と続くと心筋梗塞脳梗塞、脳出血など非常に致命的な病気に発展するんですねまず食べ過ぎないことなんですよそれと同時に糖質の取り過ぎご飯をあまり食べ過ぎないことそれから下腹が出ないようにすることが大事なんですねまずいくら運動をしてもですね 食べ過ぎ、から糖質の取り過ぎをするとこれはね厚生労働省の国民健康栄養調査報告によりますと20歳以上の人の肥満の割合は男性で33%女性で22.3%年代別になると男性では40歳代で39.7約4割ですね、まあ、10人のうち4人が太っていると。 続いて50歳代でも39.2、大体10人のうち4人が、まあ、太っているということで、一方、女性では高年齢層で肥満者の割合が高くなって、特に60歳代では28.1%と最も高くなっているということですね。それで日本で今肥満者が増加中ですが、それでもまだです、ね、先進国32カ国の中で日本は一番肥満率の低い国なんです。4 一方、一番高かったのはアメリカで40%、まあ、10人いたら4割の人がまあ肥満だとで、この厚生労働省の調査を見てみると、日本もアメリカに近づいてきている、そういう非常に危険性がありますね、そういう意味で、えーまあ、健康で長生きしたいと思ったら、まず肥満にならないことを気をつける必要があろうかと思います。